また会ったわね。お兄さんと合流できたんだな。そんなところだ。性格には少し違うわ。私のいる場所に来たのはお兄ちゃんの意思じゃないもの。偶然が重なった結果ね。私にはどうしようもないことだけど。エドラ、それは。だからといってこれが原因で元の世界に戻ってから私のところに来られてもね。自分の舵は自分で取る。それが私の知っている兄だから。兄というのは多かれ少なかれ勝手な部分があるものだ。要は信じきれるかどうかだ。私のお兄ちゃんはこんな出来事に左右されないわ。だから今の時間を特別だと思うことにしたの。エドナから聞いた。お前たち集団で妹に挑んだそうだな。嫌な予感がしてきたぞ。やはりお前たちは許せん。俺たち兄弟の信じ合う力受け止めたなら話を聞いてやる。兄弟が信じ合うのと戦うのとどんな関係が。兄弟で力を合わせたいという思い、その気持ちは痛いほどわかる。叶うなら私ももう一度。キサラ未練を断ち切るにもいい機会だ。その挑戦受けて立とう。ワオ、バンシーだな。金沙法师就对了。太贪了。该不会他们会有双人大招吧？
救急彩蛋。この前兆は気をつけてください。凛ヤマテのオラビ中央無事な中心兄の上空からの強襲完璧だ。言葉はなくても繋がっているのだな。何がそれだけ本当に各种伤害。それを止めるためにこの盾がある。わかった。任せたぞ。跳飞什么？一转烂。我去乖乖先收一只好了。痛哦！是陨石吧？冰块。靠背，你被追。マグナレイ、いけ、ありもの
だ。ユハイム、ソーハ、ユモジ。ここまでとなる。ヤマト系のところとは。倒すやかも炎が。ジェネレート。あれは人体心臓のようだな。兄貴にトイレ警戒ってぞ。かわいい妹の前だ。当然だろ。こういうことじゃない。この炎で。あがくがいい。さあ、向かっちゃうぞ。悪のはいいか。聖者の巨人よ。貴様の才はいらねえ。今はお前を殺すためのミレンを断ち切るんじゃなかったのか。これでいける。よく受け止めたな、俺たち兄弟の信頼の力を。負けたからあまり偉そうなことは言わないけど、認めてあげてもいいわよ。思いっきり言ってるっての。君たちの世界で戦えば違う結果になるのかもしれん。我々も勝てたからといって慢心はすまい。ああ、二人とも とても強かった。だからそれは褒め言葉にはならないでしょ。この時間には感謝しているけど。エドナ、話しぶりから察するに二人は元にいた世界での時間が違っているのか。そういうことになるわね。細かい説明は面倒だからしないけど。何の意図かはわからないが、ここは世界と時間の狭間につなげられた歪んだ場所だ。もともと我々の世界の不始末だ。巻き込んだことをお詫びする。もっともそのおかげで妹に会えた。不幸と幸運は紙一重だな。
要なものはこれでしょ。持っていくといいわ。よかったら一緒に来ないか。二人が来てくれたら楽しそうだ。申し出はありがたいが、俺たちは元の世界でやるべきことがあるからな。いずれは戻るつもりだ。だがその時まで募る話をさせてもらう。ここでの記憶が残るかはわからないわ。でもお兄ちゃんと会えたから。そうか。うん、前よりも動けそうだ。いざとなると何から話せばいいのか。手紙じゃ伝わらないこともあるのね。